それでは、万歳監督の方から今回の県内アウトリーチ学校講演の思いをお願いいたします。はい、私も、公共劇場でものを作るというのはもう20年以上、もう25年近くになってくるんですけれど、作品作りのね、今回にやっぱり教育的な部分っていうのがたくさんありますし、それからその教育的な部分っていうのを実際どういうふうにしていくかっていうことと、なるべくそれが青少年の興味関心に押し付けではなくて興味関心になったり、実際学校の教育の現場ともつながるような作品作りっていうものが有効だとずっと思っておりました。で、この三月期名人伝っていう、特に三月期の方は高校生の教科書に載ることが多くて、漢文の教材として載ることもあるんですけれども、漢文として、二次元というか、二次元っていうのかね、もちろんね、もちろんそれはそれで面白いんですけれども、何かね、僕は特に言葉を読み上げる、朗読、素読っていうふうに昔は言ったようですけれども、音で聞く言葉っていうのがね、日本語の文化としてあると思うんですよね。で、音楽どうですか、当然音楽的に言葉っていうのも捉えたいですし、漢文であるとか、もちろん農協圏が扱う古典的な文章っていうのは、みんな音楽的にそういう、一つ日本語を味わう、楽しむためのものですよね。で、そういう意味で漢文も様式美がすごくあるわけですよね。その様式美に拮抗できる、音声技術を持っているのが、狂言とか能とか、もちろん義太夫とかそういうのもあると思いますけど、そういうことを生かして、なるべく中高生含めてね、音声としての日本語の面白さ、そして教科書に載っているその三月期や名人伝の、その字面とか音とからさらにまた一つ奥にあるね、内容っていうものをなんていうのかな、できるだけライブ感覚で見ていただきたいと、そんな思いで、この作品を、長年取り組んできてはおります。それをとにかく大掛かりではなくて、こちらが出向いてってやれるような形にしようということで、今回、のみと、それから加賀の2か所にまず我々の方が参ります。簡易な形で、しかしかつ我々のテクニックで、かなりのクオリティの高いものを実際感じていただけると思っています。で、もちろん七尾市の能登演劇堂にも行く予定があったのですけれども、本当にこの度の震災でね、まだ演劇堂が使える状況にないということなので、逆に、篠宮高校のはこちらからご招待して、この県立音楽堂で、お見せするというようなことになっております。この度ね、この間、ついこの間も県庁まで伺って知事から改めて委嘱状も頂戴いたしましたけれども、この作品はそういう意味で言うとアーティスティッククリエイティブディレクターとしてね、石川県からの発信ということをその時も申し上げましたけど、具体例としてこの作品がまずは石川県下の高校生をはじめとする、そういう教育の現場に、で活用されるということを睨みつつ、せっかく作った作品をね、また石川県以外にもですね、もしかしたら北陸にとどまらず日本全国でやれる一つのユニットになるんではないかと、思いますので、それをすればですね、石川県初の、一つの文化財という言い方もできるし、僕はね、この作品、中国行ったらどういうことになるかななんていうふうに思っててね、漢字を使ったパフォーマンスっていうね、そういう意味では言葉と肉体だけではなくて映像も使ってね、その中で漢字が出てくるんですよ。
感じが出てきて、どんなことになるか、まあ、それは遊び心満載でございますので、そういう意味でも、なんか、刺激的に、感じの県の人たちにも見ていただきたいし、まあ、芸術がね、いろんな意味で、垣根を下げるというか、人と人との隔たりを、こうなくしていくんだっていうようなね、ことになったら嬉しいなと思っています。まあ、やっぱりライブ感というね、やっぱりスマホで見る何かとか、テレビで見る何かとかっていうのはちょっと違う、やっぱり生きてる人間が生きてる声を出す、生きてる肉体を、まあ、探すというかね、そういうことで空間を作り、また、今回は尺八と大鼓というね、非常にシンプルなメロディー楽器と打楽器が出てきて、なんていうのかな、やっぱり想像力に訴える、まあ、今何でも具体的にこう見れてしまうけれども、想像力を働かせて、イマジネーションを働かせてね、そして何か、まあ、我々がやってる文化のやり方って省略の文化でもあるので、想像力で埋めていくんだっていうことを、なんかイマジネーションで埋めていく作業、それっていうことはですよ、中学生高校生もやっぱりクリエイティビティを持って舞台に参加するっていう一つの行為だと思うんですよね。なんかまあよく言えばそういうことをしてもらいたいけれども、まあそれだけではなく、でもやっぱり日本語の声の響きとか、声が大きいんだなとか、通るんだなとか、みんなでこうやって声を揃えて声出したり動いたりするんだなとかでもいいですし、大鼓ってあえて掛け声で埋めてくんだなとかね、尺八もあんな一つの竹の竹だけですよ、一尺八寸の竹だけでこんなにいろんな音色が出るんだとかね、まあ、そういうことにちょっとカルチャーショックを受けてほしいなっていうのもあります。でもね、書かれてる内容ね、三月期ですから虎になっちゃう人間の話ってね、ある種僕は青少年に見てもらいたいのはね、やっぱりまあ、うちも子供が3人育てましたけどね、やっぱり青少年がこう大人になる過程って虎を飼うじゃないですか、あるし、まあ私も未だに虎飼ってる気がしますけどね、まあなんとなくね、やっぱり人間のその欲求とか満たされぬ思いとかっていうものをどう発散していくのか、または発散していけない時にどうなるのかとか、いろんなやっぱり人生を考えるのがこの三月期明治での素晴らしいところだと思うんですね。ですからやっぱり何か特にその思春期のトラウマを抱えている、まあ、生徒たちのこう心にぴったりくるんじゃといいなっていう思いがあります。もちろんね、大人の方も十分楽しんでいただける作品ですけども、青少年だからこそ何かこう響く、とにかくね、まあ虎飼ってて暴走族になっちゃう子とかもいるじゃないとか、まあ、今はね暴走族だったら逆に分かりやすく虎になってるっていうことだけど、ああいうふうに発散ね、できる人の飼っていいのかもしれない。でも発散しないでだん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 内なる虎をこうしていくうちに、何かこう吐け口がないためにね、ちょっと本当にある意味虎になっちゃうっていうね、複雑な虎ほどまた大変なことになるわけですけれども、そういう己を見るがごとくのね、何か映し鏡なんだな。やっぱり演劇とか音楽とかってやっぱり自分を反映して自分を映し出してみるっていう行為なんだってことに気づいていただくと、これからも何かそういう作品、それは音楽であろうと絵画であろうと美術作品であろうと、何かそうやってこう自分を映していいんだ、そして映して自分が乗りやすいもの、自分とフィーリングが合うものをまずは見に来るってこともあるでしょうし、または全然見たことなくよくわからなかったっていう感覚を僕は大事にしてほしいよね。よくわからないのも脳産休なのか、よくわからないという印象があった時に、もしそれが人生の中であって思う瞬間が来た時に、それは何かその人にとってこう乗り越えた瞬間になるのかもしれないっていう気はするんですよね。
ですからそういう意味での何か刺激というか衝撃、分からなくても何か残ってくる残響、残像みたいなものが心に残れば、まあそれでもいいんじゃないかと。ありがとうございます。まあ、あの本当にね、あの能登の地震の被災された方々にお見舞い申し上げる、お亡くなりになる方々に本当にお見舞い申し上げます。まあ、あの本当にまだね、あのインフラも整わず、つらい仮住居での生活のようもね、続いているという話も聞いて心が痛みますし、きっと閉塞感というかな、そういうもので傾けてることが本当に難しい状況が続いているということに、まあ、ちょっと僕ら想像を絶してしまいますけれども、でもまさしくそういうこう状況も一種虎になるというかね、人間的な意味での閉塞感を感じられると思うんですけど、何か僕とするとメッセージは、あのとにかく発散していただけるね、機会があるといいなと願うばかりです。それはまあ、そういうふうに発散や何か生きている発を生きててよかったって思える瞬間を作り出すのが我々の使命だとも思ってるんですね。あの、生きてるから劇場に来られるし、劇場に来て泣いたり笑ったりして、ああ、生きててよかった、楽しめたって思えるのが、まあ、我々の営みであり使命であると思ってるんですけども、なんとなくきっと辛い生活をされてると、何のために生きてるんだろうなとかっていう、こう生きててよかったっていう瞬間をね、なんとか早く掴んでいただけるようなことを祈るばかりですけども、まあそういった時に我々の何かがね、癒したり、そういう発露を呼び覚ますような機会になればいいなとしております。まあ、とにかく声を上げてもいいんじゃないかと、なんかぜひ諦めずにですね、あの声を上げ続けていただくことが、やはり周りがあの気づく一つの作用になればなるのではないかと、なんかこう表現する人間のなんとなく感覚からいくと、やっぱり表現していただくような、環境状況であるといいんだろうなと思っています。そうですね、まあ、我々古典の狂言でも、もう、まあ、それは石川県というわけではないですけれども、いろんなところ回っておりますし、あの他の作品もどんどん作ればいいなと思っています。別にそれを僕が全部やらなくてもいいし、人にお任せしてユニット作ってもらってもいいと思うんですが、やっぱりそういう機動力を上げていくし、あの、まあ、もちろん僕は監修したりいろいろしますけど、ある種人にお任せもしながら、でもそういう、なんていうのかな、ルートができる、習慣ができるでもいいですけど、やっぱりそういう一つのモデルケースを作っていくっていうことが一つ、まあ、こういう監督業としてね、一つのモデルケースとしてあるべきなのではないかと思っています。